2021年5月22日、中野ゼロホールにて家族会、歌のステージをご紹介する前に、いただきました。森清美さん。はい。本日の抱負をお願いします。はい。抱負。違うちゅうの。ありがとうございます。なんでごめんなさい。抱負は、少しでもね、皆さんに楽しんでいただける赤いバラのタンゴ、そして南へ。はい。送りたいと思います。はい。ありがとうございます。はい。日本クラウンの弁護士だと思います。この度、つれ、人生、いつも今が旬で、頑張っております。ご縁の音よろしくお願いいたします。ありがとうございます。石田真紀子さんです。はい、こんにちは。本日の抱負をお願いします。まあ、どうにかなるでしょう。ありがとうございます。スターディージャパンの水田健と申します。心に歌を、ハートフルボイスをモットーに、合わせていただきます。抱負をよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございます。今日は妹と一緒に出れたんで、まあ私の方はまあ上がると思いますけど、妹はもう歌い終わりまして、はい、次は私ですけど、はい、頑張ります。あ、頑張ってください。え、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ妹さんの方はどうでしょう。はい、すいません、初めて4曲歌うことになるんですが、でもいい経験をさせていただいてすごく楽しかったです。またこれからも頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、橋正彦です。今日は楽しんで間違いないように楽しくやります。ありがとうございます。よろしくお願いします。あゆと申します。この世界ではまだ新人ですけれど、楽しませていただいております。前回に引き続き今回もこちらの会に出していただいてありがとうございました。今日の抱負をお願いします。初めてこの舞台に、参加させていただきました安田みやびと申します。よろしくお願い。昨年、初めてレコーディングをやりました。寺内たけしとブルージーンズの、一番弟子の方が作曲した曲です。はい、皆様、野口紀美子です。踊り歌う歌手ですよ。今日は他人の関係良かったでしょうかね。楽しくこれからも昭和歌謡を歌ってまいります。そして新曲の花の雲も皆様今後ともよろしくお願いします。楽しい今日は会になりました。ありがとうございます。キングレコードの川田信也です。私が今力を入れている曲は、はい、祝宴の舞という、いわばですね、舞踊会を祝い歌です。今後ともよろしくお願いします。はい、どうも、ホリデージャパンの水野ひかると申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は新曲ありがとう、それから夢見て恋してを歌わせていただきます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ウェブクーの松浦明人です。今日は岡宏さんのバンドでね、歌わせていただいて、もう嬉しく参加させていただいております。よろしくお願いいたします。本日の抱負をお願いします。本日はですね、ゆり太鼓から話のゆりに変わって、それで新曲を歌いに来ました。はい、じゃあ皆さんにアピールしてくださいね。山川宏です。今日は初めてオーケストラバックに歌わさせてもらうので、一生懸命楽しんで歌いたいと思います。ありがとうございます。日本クラウンの泉沢しげるです。今日はね、皆さんと会えるのを楽しみにやってきました。今頑張っている曲で、これから歌わせていただきます。東京手酌酒です。よろしくお願いいたします。こんにちは、私は韓国から来た新ニャでございます。今日岡宏先生のおかげさまで素晴らしい演奏で私が歌いました。今日本当美味しかったんです。じゃあ皆様、また新年を応援してください。ありがとうございます。ありがとうございます。最後まで集合するお客様に、タクシー代を払ってお帰りになろうと思いましたけど、まだまだたくさんいらっしゃるので、気持ちだけ差し上げておきたいと思います。今日は28名 の、 歌手の皆さんに4曲ずつ歌ってもらって、なんとか6時に終わらそうと思ったんですけど、10分過ぎてしまいました。またこういうイベントの機会がありますときに参加して盛り上げてください。よろしくお願いします。今日はバンドの練習も譜面をもう初めて
初めて見る譜面をパッとやったりしてますんで、いろいろ大変だったんですけども、バンドのメンバーにちょっと温かい拍手を。クリア誕生ゲストの皆さんです。司会の牧野さんも今日はボランティアでやってもらいました。そうなんですか。